ございます。長女みずほです。こんにちは、次女みかこです。こんばんは、三女ちゃんです。ガラバ三人娘です。お久しぶりの収録ですね。はい、9月に入りましたね。はい、8月は私たち8時は寄ってきんしゃいがあったのでね。もうね、1ヶ月ね、楽しく頑張りましたね。バタバタしつつも楽しい時間でしたね。はい、暑い夏になりましたね、なんだか。本当に、ね、収録じゃなくて配信で見てくださったる方もね、いたりとかすると思うんですけど。はい、すごい収録って言ってた。収録してない。生配信でした。生配信でね。はい、楽しかったですね。浴衣も着れたし、そう、私浴衣着れ。そう、一人で浴衣着れるようになったのが今年の夏の一番の収穫やと思ってます。やった、本当に。私は嬉しいですよ、みんながちゃんと浴衣着れるようになってもう後ろをついていく、ついていく。一周目何人着付けたか、私本当にそうです。はい、はい、じゃあもう早速紹介しちゃいますか。おしますか、今週のお供。はい、というわけで今週は皆さん飲み物ですかね。飲み物です、飲み物です。じゃあ早速長女みずほから紹介していきます。はい、私が今週紹介するのはそんなバナナ、バナナミルクです。そんなバナナミルク知ってますかこれ。いや初めて知りました。なんかあのですね、ありがとうございます。これマツコの知らない、はい、知らない世界、世界で紹介されてたバナナジュースの会があって、東京にあるんですよ。そんなバナナっていう店舗が。あ、なるほどなるほど。そこは賞味期限が20分しかないんです。このバナナミルク、すごい。ちょっと待って、足押し全然開いてない。足押し、これね、あの当てるめくるところがなくて、すごいね。なるほど、ストローで穴を刺すやつ。本当はね、ストローで穴開けてそこから広げたシューって いけるいける。いや、ありがとうございます。本当はあのいわゆるストローぶっ刺すタイプの。なるほどなるほど。セブンイレブンで買いました、ね、マウントレーニア方式を。なるほどなるほど、わかりやすい。お障子が開けるのかねえ。あかねえな。ポンっていっちゃいましょうか。ポンっていっちゃいましょう。せーので、えい、めでたい、めでたい、めでたかい。これね、あ、これついでいいですか。どうぞどうぞ、お願いします。これね、これね、本当に20度ってね、もうちょっと鼻広げて、なんかもう蓋の隙間からこうなんか水割りしたみたいな感じでしたこの本当は20分しかダメなんですけど、はいはい、あの書いてあるんですよ、20分以上のものができましたと、皆さんにお届けできますようにと、その店主の方がねコメントをこれに書いてるんですけど、ちょっと私も飲んだことなくて、テレビで見たのでちょっと買ってみたいなと思って、はい、結構なんかとろみがある感じ、はい、バナナミルクって感じです。すごくバナナ色も、でもだってさ、ヤクルトみたいな色。あ、確かに、そうそうそう、ヤクルトみたい。バナナ苦手な人いないですか。大丈夫。あ、すごいいい匂いする。いただきます。いいよ。あ、うん、濃厚、いや、美味しい、濃厚、いや、美味しい。コンビニのなのにこんな濃厚なの初めてかもしれない。もう今ミキサーかけましたみたいな、ね、新鮮な感じする。本当にバナナ、いい意味でバナナのこうなんていうの、ちょっと渋みではないな、なんかそういう部分もあるね、フレッシュさというか、本当にバナナの果物の味が、うん、私バナナ苦手なんですけど飲みました。おいー、先週からさ、スイカも食べれねえし、バナナも食べれねえし、でも美味しい、普通に美味しいね。ねえ、美味しい。どうしようかと思った、バナナ苦手な人いませんかって言われて、隠しがちね、ちゃんは。ちゃんは隠しがちです。いや、でも美味しいです。飲める、ね、すごい美味しい。はい、そんなバナナミルクでした。はい、では、はい、続きまして、次女みかこの飲み物を紹介します。はい、私は、濃いめのカルピスです。冷凍でも美味しい。今日みんな飲んでます ね、 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 なんかね、野間がこの間飲んでて、すごい飲みたくなっちゃって買ってきました。うん、大丈夫ですか？入れますよ。このさ、お家で自分で作るときにさ、濃いめにしちゃうのをもう企業がやってくれてもうみんな濃いめ飲みたいでしょっていう、ね、このいただきます。守ったことない。いただきます。うわー、美味しい。これこれ、あー濃い、あー最高、夏って感じがする。いいわ。私4年ぶりぐらいに飲んだかもしれない。うそー、カルピス全然飲まない。夏といえばカルピスでしょ。夏といえばキンキンのカルピス、うまいね。美味しい美味しい。ちょっと喉に残るのがいいんだよな、うん、宮古島の雪、塩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 入ってるみたいです。へー、すごい、すごい塩分も取れるんだ。
え、すげえ。本当夏仕様じゃん。やった。さて、やっぱり定番ですよ。これは定番。いいですね。はい、さあ続きまして、三女ちゃんのお供はクラフトボスの透き通るレモンティーです。おー、私そうこのシリーズ好きで、あのミルクティーとかめちゃめちゃ好きなんですよ。でそれの、ま、紅茶のね、そう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 、紅茶好きって言ってましたもんね。それのね、レモンティーがねずっと飲みたかったけど飲む機会がねなかなかなくて、今回ちょっと買ってみました。ここでさ、なんか挑戦したいものを買えるのがいいよね。そう、いいですね。いいきっかけになりますね。いや、いただきます。いただきます。おいしい。すごい香りいいよ。おいしい。爽やか。あ、おいしい、おいしい。なんかちょうどいい爽やか。このシリーズってさ、全部そうだけどちょっとすっきりめだよね。うん、確かに。しかも甘すぎずね。カルピス飲んだ後だから余計にすっきり感じる。それなんか多分、うん、相性いいな。あ、でもおいしい。よかった、しかもいいな。おいしい。さあ、続いて足おじ。足おじは、足おじのおすすめはこれは、これはね、これなんていう商品なんだろう。レモネードバイレモニカ監修の、なんかレモネード専門店なんだって。おで、ピンクグレープフルーツ味のレモネード。え、レモネードなの？レモネードなの？グレープフルーツのレモネード。すごいね、ちょっと衝撃的に俺は。あ、ちょっと透明ですよ。え、透明ですよ、色が。薄ピンクやな。本当だ、色が。へえ、あ、すごい。いただきます。足おじはね、わざわざ1個私たちに買ってきてくれてる。ありがとうございます。マジで美味しい。あー、美味しい。ビタミン、これほんと美味しいな。美味しい。これめちゃくちゃうまいです。美味しい。レモネード、え、すごい。本当に甘いんだけど、でもまあ確かにピンクグレープ入ってますね。ピングレだよね。ピングレです。なんか私さ、まあ、さっきでもちょっとかわいい、かわいい、うん、このピンクと黄色のツートンカラー、うん、酸っぱすぎるわけでもなく、そうそう、飲みやすい、ね、すごい美味しい。これすごい、さすが専門店という感じです。今週のともね、そんな感じでお届けします。はい、うん、さて9月のメッセージテーマはこちらです。今月のメッセージテーマは私の青春の味。自分でエコーかけてくれて、これやっとくとね、こっからさらにエコーかけたとかすごい綺麗に聞こえるんですよ。さすが編集者、美香子がいつも編集してくれてます。はい、あ、これを今月からあれですよね、このメッセージテーマのコーナー、あの普通オタのコーナーって呼ぶんです。はい、名付けました。普通オタのコーナーでやらせていただきます。はい、はい、では早速一通紹介させていただきます。はい、ガラパ三人娘のみずほさん、みかこさん、ちゃんさえちゃん、はい、足おじ M 様、おはこんばんちは。おはこんばんちは。8時はよってきんしゃい、毎週楽しく視聴させていただいております。おかげで投稿が後回しに。え青春の味と聞いて真っ先に思い浮かんだのは、高校時代に部活の帰りに友達と食べたかき氷です。わ、正直遠い昔、てんてんてん、遠い目なので味はあまり浮かんでこないんですが、友達と暑い中並んだこと、キャッキャ言いながら山盛りのかき氷を平らげたこと、懐かしいなって思い出します。あの時何味を食べたのかよく覚えてないのですが、山盛りで人気のかき氷屋さんだったってことだけはしっかりと覚えています。また二十歳超えてからの青春の味はお酒の味ですね。梅酒を焼酎で割って親友と恋バナで夜を明かしました。かわいいな、なんか。かわいい。のんべえだったあの頃が懐かしいな。そんな若かりし頃、笑い、両方ともいい思い出です。ラジオネームみよみよさんからいただきました。みよみよさん、ありがとうございます。ありがとうございます。かき氷ね。この時期やっぱ思い出しますよね。なんかちっちゃい頃食べた、あの運動会とかに、あ、こう来てたやつが来てた、来てたのとかね、あとなんかこう二十歳超えてからの青春の味もこう送ってきてくれるのがいいですね。二つの青春の味ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで、この後も皆さんからのメッセージ紹介させていただきます。三人娘のオールヤナイト福岡。この番組はローストビーフの柴田、インツーカーの防水ガラパゴス携帯、以上2社の提供で福岡市のガラパラジオから全世界に向けて放送します。あ
お客様ロースとビーフを。ロースでしょうか。ロースとビーフを。ですから、だからロースとビーフ。泣く子も黙る 100% 国産和牛のローストビーフ。ローストビーフの柴田。長所だけどうっかり多め、間に挟まれ人見知り、褒められたい、あざとさ全開。三人娘のオールやないと福岡。いや、ふつおたのコーナー2通目紹介させていただきます。はい、ラジオネームギリギリガールさん。三人娘の皆様、そして足王子 M 様、おはこんばんちは。おはこんばんちは。ふつおたのコーナーにメール送らせていただきます。今回のテーマはズバリ、私の青春の味。なんだかテーマが甘酸っぱい雰囲気を醸してやまないのですが、私の青春の味は塩辛くてジューシーな高校の食堂の唐揚げの味です。いいですね。毎日授業の休み時間の合間に全力ダッシュで食堂に駆け込んでは、運動部の猛者たちと熾烈な争奪戦を繰り広げていました。ガール、拳代の唐揚げが3つ以上入って100円というコスパの良さ。すごい。謎のスパイスにたまらない、やめられない味。何より食堂のおばちゃんによるおまけという名の倍増ラッキーチャンスあり。ハマりにはまってお弁当があるにもかかわらず1日 2,3 パック食べる始末でした。すごい。今考えれば唐揚げ定食はないのにパック売りの唐揚げはある謎食堂だったな。それに高校時代、あのカロリーはどこに消えていたのでしょう。不思議だ。本当にそう思う。みんなは学生時代ハマった食べ物ありますか？ぜひお聞かせください。あの唐揚げをいつかまたたらふく食べたい気持ちな足長お姉さんでした。ありがとうございます。唐揚げね。いや、疾走感やばかった。拳台の唐揚げ3つで100円。すごいな。でもそれさ、2つ3つ買っても 2,300 円ってことでしょ。うわ、コスパよ。そら食うわ。しかも高校の時ってさ、なんかもう男子並み、むしろ男子よりも食欲あるよね。なんかかる。なんか水穂さんいっぱい食べてたらしいですね。ガラパ入った頃が卒業した本当に直後で、はいはい、ペヤングの大盛りとか食べてた。ガラパの稽古の途中。しかも稽古の途中に。途中。私あのエピソード好きです。なんか大阪かどっかに座って行った時に、うん、あのたこ焼きとお弁当どっちも食べたみたいな。ね、もうゆかりさんが私がただただ大食いの人かと思ってたんだけど、ただただその思春期のめちゃくちゃ食欲があるっていう。なるほど。いやでもわかる。なんか本当に無限に食べれるんですよね。すごいな。いや、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ続きまして3通目いきます。はい、ガラパ3人娘さん、松野 OP さん、毎回の配信を楽しみにしています。YouTube 配信はいつでもどこでも何度でも聞くことができるので助かってます。さ、9月のメッセージテーマ、僕にとっての青春の味。それは高校時代にボーリングでバイトしていた時のこと。貸し物やボール、レーン磨き、接客が楽しく、たまに自販機のドリンク補充を間違えたり、とても充実したバイトでした。そんなこんなで1年が経った閉鎖当日、スタッフ全員出勤して名残惜しんでいると、日頃シフトの都合であまり話すことがなかった大学生の先輩がまかないを作ってくれました。片手鍋から直接食べたあのインスタントラーメンがすごく美味しくて、僕の青春の味で、今も超えるものがない人生最高の味です。ペンネーム、あれは多分うまかっちゃんさんからいただきました。それがペンネームだ。ペンネームです。何の名前か教えてくれた。ペンネームでいいのかな。ありがとうございます。なんかいいですね。いや、鍋から直接ってなんかいいですね。いいですね。片手鍋からっていう、しかもまかないって感じ。絶対美味しいんだろうな。絶対美味しい。しかもうまかっちゃんってもともと美味しいけど、なんかそうみんなで囲んで食べるみたいなの美味しさってすごくあると思う。今も食べれるんだけど、多分あの頃のまた美味しさがね、絶対あるんだろうなっていう。しかも閉鎖当日っていうね。そうそう、びっくりした。結構1年ですぐね、ボーリング場。
切ないですね。そうね。でもなんかシフトのね都合であんまり話せんかった人とそういう時に話せるとね、なんか名残惜しいけどでも最後に話せてよかったなみたいなのが出てきますね。エモさがねすごいですね。エモさにじみ出てました。本当にこのお便りあれです。今ちょっとツイッターで判明したんですけど、はい、あら塩さんですね。なんだってあれは多分うまさちゃんさんじゃないよね。なんだって新しいリスナーの方と注釈。ちょっとこれはあくまで注釈です。塩さん、はい、塩さん、塩さん、塩さん今回ちょっとね投稿するときに、はい、うん、なるほどなるほど、ね、すいません、とってもねあのペンネームのようなあの風に私は見えちゃってペンネームあれは多分うまかっちゃんさんかと思いました。素敵なペンネームです、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、今月もたくさんのメッセージありがとうございました。次回も続々紹介していきます。はい、はい、そして来月のふつおたのコーナーテーマは大人になったと思う瞬間。はい、投稿はマシュマロからお願いします。今後もメッセージお待ちしてます。さて次はお初のこちらのコーナーです。触ってハマってはい、はい、こちらのコーナーはですね、はい、3人娘がお気に入りの小説や歌詞の触りだけを紹介して皆さんにハマっていただこうというコーナーです。おお、ね、初めてのコーナーですね。初のコーナーですね。触りを紹介してどこがお気に入りかっていうプレゼンをするっていう、はいはい、いや、みんなが何をこう持ってきたのかめちゃくちゃ楽しみなんですけどはい、じゃあ、早速紹介してくれるのが三女のちゃんということで、はい、では行きたいと思います。それでは三女ちゃんの触ってハマって。寒くなっても衣替えせずまだ夏を引きずってやるから覚えてろってさ、まったく誰に言ってんだか。ね、あの、はい、インディゴラエンドっていうあのバンドの「はにかんでしまった夏」っていう歌の一節なんですよ。はにかんでしまった夏、ちょっと味わいたいな。なんちょっとはにかんで、はにかんでしまった夏、しまった夏、ね、はい、川谷絵音さんの、そうです。これが夏の終わり際に始まった恋の歌なんですよ、はい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 、で好きにならないと思ってた相手のことを、うん、こういつの間にか好きになってて、うん、もう好きだって気づいた時にはもうこう触れ合える近い距離にもその人はいなくてみたいな曲なんですね、うん、あ、でだからそのこう最初は本当なんか遊びじゃないけど、うんうんうん、そういう今からこう仲良くなって今からこう好きを見せるタイミングだったのに、あれ好きやなって気づいたらもういないっていう感じで、もうこれがね分かる。これは共感がすごいね。分かるよ、だってもうこのどこにもこのなって気づいた後のどこにも行き場がない気持ちとか、もうクソって投げやりになって、もう寒くなっても衣替えせんで夏引きずってやるからな、お前覚えとけよ。何言ってんだこれはみたいな。季節は流れていくんやけど自分の心だけはそう前に進めないというか、そう、もうなんかねそれでもう投げやりになって自虐的になっちゃう感じとかね、本当にわかる。もうなんか意地張っちゃうから、意地張っちゃうと絶対好きにならんしとか思うの。熱がすごいです。そう思う、そうなんよ。意地張らずにねこう素直になれたらなって思うし、ね、もっと素直に行きたいなって思うけど意地張っちゃうよ。まあね、ピンクグレープフルーツが止まらねえぜ。甘酸っぱい、甘酸っぱい、ね、酒のごとく飲む。甘酸っぱいね。甘酸っぱい。さあ、この歌さ、まあちょっとちゃんとおのおのみんな聞いてもらうから、はい、ネタバレはしなくていいんだけど、うん、ハッピーエンドなんですかこの歌は。お、すごいところ聞かれる。どうでしょう。いやかちょっと本当にこれはね聞いてほしい。でもちょっと「はにかんでしまった夏」っていうフレーズからそんなちょっと苦い感じって出てこなくないですか。確かにそうだね、確かに、うん、はにかんでる、ね、なんか下手したらアイドルのちょっとこうね、うん、キュンキュンした曲っぽいタイトルだよね。そうそう、それがね「おい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 」ってなるよね。さっきのは歌い出し、いやもうあの落ちサビ近く、落ちサビですか。じゃあ割と最後の方なんですか。割と最後です。うわ、じゃあもう佳境やん。どうかな、こっからどんでん返しあるかもな。
うわ楽しみだな、それはちょっと。そう、ちょっとね、聞いてほしいなっていう曲でございます。いいね、これ聞くね、聞く聞く、聞いて聞いてこれはちょっと聞きたくなった。はい、ありがとうございます。そんな感じのインディゴラエンドのはにかんでしまった夏でした。はい、はい、さでは続いて三女美香子の事情です。あ、ごめんなさい、ちょっと待って、ちょっと待って、動揺がはにかんでた、はにかんでた、ちょっと今ね、ちょっと持ってかれましたね、心が。事情美香子による、触ってハマって紹介していただきます。どうせどこにも行けないのならずっとここにいてもいいんだよ。あ、おっと、はい、これはでも、これはもう我々はもう何かもう何度聞いたかよ、ね、そうですよ、ガラパの、ね、ガラパの、ね、フリークの方は、ガラパフリークの方は、はい、そうなんですよ、これあのガラパが大好きでみんなよく聞いてるアンディ・モリーさんの「ハッピーエンド」っていう曲のね、名曲、そう名曲、サビの歌詞なんですよ。私これあのガラパ学生の頃に見に来てたんですよ、お客さん で、うん、でそれで客入れの時かなんかに流れてきて聞いて、うん、であのそのサビだけ聞こえてきたんです、先に、うん、本当に歌いたい歌、君には歌ってほしいっていうところを、うん、ああなんだポジティブ系応援ソングかと思ってちょっとあのシャニ構えてた頃めちゃめちゃシャニ構えてたね、うん、はいはいと思いながら聞いてたら、なんかちょっとこう空気がしっとりするじゃないですか、うん、あの夕暮れの井の頭公園とか出てきて、うん、あれと思ってたらサビでそのどうせどこにも行けないのならずっとここにいてもいいんだよっていうのが来て、弱虫の心に優しいタイプと思ってめちゃめちゃ感動して、わかるわかる、ちょうどしかも私その時進路で悩んでた時期だったので、だからなんかそう、あ、そっか、立ち止まってみるのもありなんだなって一旦思ってこう、うん、己を振り返るきっかけになったというか、うんね、思い出の一曲ですね、これは。これね、ハッピーエンド、ソウエイさんにこう言われてる感じもすごいんだよね、本当にこう心にねしっとりとこう寄り添ってくれるような、そうそう、ね、柔らかい、ね、柔らかいけど芯があって届く感じというか、いやガラパメンバーはマジでこの曲何回も聴いてるし何回も多分救われてると思います、うん、どうですか足押し、もうなんか夢を壊すような発言でもそれね、まあ、別に宗平さんは崩れないよ、あのアンディ・モリーってもともと足押しとか川口さんとか鈴木さんの、うんあのまあ、高校のね、うん、先輩というかね、そうそう先輩後輩の仲なのよ、であのアンディ・モリーがデビューしてこのちょうどハッピーエンドとかが入ってるアルバムが出た時に、はいうんうん、当時メンバーだったタダちゃんと女の子がいて、はい、そのお母さんがこのアンディ・モリを聞いた時にこれ松野くんの声でしょ、え何を聞いてるタダちゃんがなわけねえだろって言ったさんが優しい、あの優しい青年なタダさんなわけねえだろって、なわけねえだろもう本当あの俺もなわけねえだろ1ミリも似てねえわ、ね、足味の、ね、歌うまいんですけど、やっぱりこうソウエイさんのこう少年のようなね唯一無二の声はやっぱり聞いていただきたいね、ソウエイさんファンも多いじゃない、やっぱ女性ファンも多くてさ、ソウエイさんの声でうっとりしてるお客さんを見るたびに俺の声でもいけんじゃないかいやでもちょっと足押しバージョン聞いてみたいね聞いてみたい、その実績があるから、ね、実績があるから、中高年の方にはね騙せちゃう中高年世代のその世代には俺の方が響くかもしれない、まさかのまさかの、そういうさんの歌聞くたびに思い出した、初めて聞いた、いや私たちはもうそれ聞いたからもうずっと、うん、あ松野さんちょっと出てくるな、ちょっとみんなのさハッピーエンド壊したくなかったんだけど、これもハッピーエンドですよ、申し訳ない、これも新たなハッピーエンド、これもハッピーエンドなんだですねありがとうございます、これは多いよね、そのいいいや、本当に本当にいい歌詞が多い、うん、いい歌詞多いね、ハッピーエンドも割と全部いいもんね、うん、最初から、うん、歌い出しからいいもん、ずっといい、全部聴いてほしい、ぜひ前奏からイントロからいいもんな、あもう全部いいんだよ、本当に最初の徹底からいい、そう徹底からいい徹底からいい、もう俺 CD 入れる時からちょっと負けたなそれはもうだってでもなんか CD ってなんかちょっともう時代を感じてる、確かに確かに、もう今やね、もう今や、ね、私今スマホやけどなって思いました、マウント取ってきた、若さマウント若い君らおととびとかせんのやろ、おととびねおととびとかね、しないですね、あ、Bluetooth 繋がってなかったのはあります、あ、そっか電車の中に大音量でねあーっていうのあるよね、はい
じゃあぜひね今日紹介した作品に触ってハマってみてください。雨の日の帰り道、ふっと避けた水たまりに雲の隙間からこっそり顔を出した月が浮かんでいる。ああ、こんな雨の日に見える月もあるんだな。雨の帰り道でも話したいことがある。だから私はインツーカーの防水ガラパゴス携帯。インツーカー、テクノロジー for your life。今なら2代目無料。ガラパゴスラジオ。三人娘のオールやナイト福岡。足王子編曲、そして足王子コーラス、一層コーラスで3人娘で歌っております。いい曲、かわいい。どうですか歌っちゃいましたよ。歌っちゃいましたね。歌っちゃいました。ジュリアンのマリオ歌っちゃいました。歌っちゃいました。来ちゃうのね。だいぶハードル高かったですよ。強かった、ね、ドキドキで声が裏返るたっけでもね、ちゃんが結構メインというか、メインボーカル、リードボーカルとして、ね、私たちはもうちゃんの声を聞きながら一生懸命歌ってます。緊張した、もうめっちゃ緊張した。いやー、なんだね、本当に P がね、こういうお話を持ってきてくださって。はい、どうでしたか。あ、いや、もう最高でした。ありがとうございます。これはもう足押しの自己満足。大好きな曲なんでね、ちょっとラジオやるならいいんじゃないかな。ぴったりですね。可愛い、可愛い、可愛い。どう歌、あの、まあレディオもそうだけどさ、レコーディングみたいなのもあんまないでしょ。歌を ないですね。緊張しました。いや、緊張しました。いや、今日ね、撮る順番がね、三女、次女、長女だったので、ね、そうでした。三女、どうしよう。いや、でも、ね、一番歌うまいのは三女のちゃんなんですよ、マジで。八芝居全員集合の曲も、実は最初にね、3人で収録したりして、足文字がいっぱい作ってくれたんですけど、その時もうまかったし、その時も。ハードル上がるから、ね。あのちゃんと声をよく聞いてくださいね。すごい可愛いんで。ちゃんと歌声やめてくれ。ごめんなさい。そのうち分かんない、ラジオに先行してなのか後なのか分かんないじゃん。ちゃんとそれだけの音源もちょっと分かんない。あのそれさっきレコーディングしたばっかで、まだ編集する前にこっちのラジオ撮ってるから、いざ帰って聞いてみたら使えねえって。やばいやばい。もしかしたら、ね、あの背景がちょっと動くあの動画だけで、背景がねちょっとずれた、破体験のやつ、ツイッターにやばい。やばい場合はもう全部俺が歌うから。うわそれもまあ楽しい。でもイソと歌ってください。イソと入れ。はい、じゃあここでお知らせがあります。ミカコお願いします。はい、実は私、次女ミカコ、9月の12日、13日で、サンピリさんという劇団に出ます。サンピリ04チーチーという舞台がね、霊前奏で行われます。はい、主演です。わー、なんやかんや。どんな作品かちょっとだけ。ですね、あんまりどこまでネタバレのラインが難しい、すごい難しい作品なんですけど、明るくはないけどすごく面白い家族旅行の話です。家族旅行、家族とは何ぞや、兄弟だったり親との関係だったり、すごく深い作品になっておりますので、ただ完売、ありがたいことに完売してるんです。3回公演なんですけども、はい、ありがとうございます。頑張っていきます。はい、10月のふつおたのテーマ、大人になったと思う瞬間でございます。そしてお届けするコーナーはワンチャンありますよね、おと触ってハマってでございます。ワンチャンありますよねは皆さんの絶望的状況をお待ちしております。
はい、そして触ってハマってはね、また今日紹介したみたいに、私たちが触ってハマってほしいことをご紹介いたしますので、ワンちゃんと大人になったと思う瞬間、この初音のコーナーですね、この2つをマシュマロからお待ちしております。はい、それではガラパ3人娘がお届けしました。次回の配信は9月20日にお会いしましょう。いってらっしゃい。お疲れ様でした。おやすみなさい。また次回お会いしましょう。